力んでもいいので、はい、しっかり振り切ることが一番大事かな、うん、アマチュアの人ってやっぱどうしてもこう景色に反応しがちというか、うん、目標方向にこう早く見たくなって、うん、体が開きやすいと か、はい、だから自分のスイングをできない人がアマチュアの人はほとんどなので、はい、曲がってもいいからフィニッシュまでバランスよく振り切るとか、うん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 、何か自分で一つリズムを気をつけるでもいいですし、うん、はい、フィニッシュバランスを気をつけるでもいいですし、最後までしっかり振り切るでもいいので、うん、左の池を嫌がっただけのスイングはやめるっていうのは大事にした方がいいですね。だいたい障害物があると、はい、軽く打つとか、うん、ゆっくり打つとかアマチュアの人が一番苦手なので、力んでもいいので、はい、しっかり振り切ることが一番大事かなっていうふうには思います、うん、なるほど。入ったら入った時に考えるぐらいの感じで、うん、景色に負けないように打ってもらいたいと思います、はい。